狩坂峠は埼玉県秩父市と山梨県山梨市の境にある峠。標高2082メートル。奥秩父の山域の主脈の一つであり針の木峠、山腹峠と並び、日本三大峠に数えられる。かつての武蔵国の秩父盆地と海の国を結ぶ峠。狩坂、道とも呼称された。現在では国道140号がほぼ真下を、 仮坂トンネルで通過する。1998年4月にこのトンネルが開通するまで、この峠を自動車では通行することはできず、開かずの国道と言われ、峠を越えるハイキングコースが国道140号に指定されていた。秩父王館という呼び方のほか埼玉県側は綾貝街道、山梨県側は仮坂道とも呼ぶ。 綾貝街道を少し北上したところに土地元関所跡があり、山梨側にトンネルを出たところすぐに西沢渓谷がある。峠の頂上には笹やぶの草原が大きく広がり、南側に広い展望が開けている。日本三大峠の一つ。武田信玄の軍事お路、階級筋の一つ。日本初期傾向期に日本穂高が通ったと記載されている。 カリサカレーカリサカ峠南西に位置する監督山から見たカリサカレーとカリサカ峠。ありがとうございます。